グイド・バン・ロッサムは、オランダ出身のアメリカ在住のプログラマーである。プログラミング言語 Python の生みの親として知られる。オランダで生まれ育ち、アムステルダム大学で1982年に、数学と計算機科学の修士号を取得した。その後、アムステルダムのオランダ国立情報工学、数学研究所、アメリカ国立標準技術研究所、コーポレーション4、 ナショナルリサーチ・イニシアティブスなどの研究機関で働いた。1989年12月に趣味の延長としてプログラミング言語 Python の開発を始めた。以来、Python は平易かつ高機能なスクリプト言語として世界的に普及し、バンロッサムは Python の開発に関する最終的な意思決定者、いわゆる 優しい就寝の独裁者として開発コミュニティを先導した。2005年12月、Python を多用していた Google に入社し、勤務時間の半分を Python の開発に当て、Python を用いて Web ベースのコードレビューツールを作成した。バインロッサムは2002年、ベルギーのブリュッセルで開催されたホステムにて、 フリーソフトウェア財団から2001年度の FSF フリーソフトウェア賞を授与された。また2003年5月にはラ l a g からラ l a g 賞を授与された。2006年にはアソシエーション・フォー・コンピューティング・マシナリーからディスティングイッシュとエンジニアの称号を与えられた。2012年に Google を退社し、やはり機能の大半を Python で実現していたドロップボックスへ入社した。 同社で、バンロッサムは、高度の可読性と保守性に配慮した、持続可能な開発文化を啓蒙し、テストプロセスの改善にも取り組んだ。2018年7月12日、Python の使用策定から離れる意向を示し、優しい就寝の独裁者からの引退を表明した。メジャーな言語となったゆえに、重大さを増した、新たな機能や文法の策定が、 ストレスになっていたようである。2019年11月、ドロップボックスを退社し、職業プログラマとしても引退すると表明した。2020年11月12日、バンロッサムは、引退を終了し、マイクロソフトのデベロッパーディビジョンへの入社を発表した。兄弟のジャスト、バンロッサムは、タイプフェイスデザイナー兼プログラマである。彼のデザインしたフォントは、 パイソンパワードのロゴに使われている。グイドは現在、アメリカ人と結婚し、カリフォルニア州に住んでいる。1986年、オランダ国立情報工学、数学研究所で働いている頃、BSDK ユニックス向けのグローブ、ルーチンを作成し提供した。また、プログラミング言語 ABC の開発にも携わった。Google I、オーディベロッパー。 エスコンファレンスでのグイドバンロッサムパイソンの起源についてバンロッサム自身は1996年に次のように書いている。Over six years ago, in December 1989, I was looking for a hobby programming project that would keep me occupied during the week around Christmas.My office would be closed, but I had a home computer. and not much else.on my hands, I decided to write an interpreter for the new, scripting language, I had been thinking about latery, a descendant of abc that would appeal to, unix, c-hackers, I choose Python as, a working title for the project.being in, a s lightly i r r e l e v a n t mood, greed van r o s s u m フォーワード4プログラミングパイソン六6年以上前の1989年12月、私はクリスマス前後の週の暇つぶしのため趣味のプログラミングプロジェクトを探していた。オフィスは閉まっているが自宅にはホームコンピュータがあるし他にすることがなかった。私は最近考えていた新しいスクリプト言語のインタプリタを書くことにした。それは abc からの派生であり、ユニックス、c ハッカーの注意を引きつけるかもしれないと考えた。ちょっとしたいたずら心から、プロジェクトの歌唱を Python にした、グイド・バン・ロッサム、プログラミング・パイソンの序文2000年にはさらに次の、ように書いている。Python, s プレデセッサー、abc, was inspired by settle, ランベール・ミルタンズ・スペント。 エイヤーウィズザセトルグループアット n y u ビフォー、カミングアップウィズザファイナル ABC デザイングイードバンロッサムパイソンデイブパイソンコアデベロッパーズパイソンの先祖である ABC はセトルの影響を受けているランベール・ミルタンズは ABC の設計に到達するまでニューヨーク大学のセトルグループで約1年を過ごしていたグイードバンロッサムパイソンデイブ パイソンコア開発者1999年、バンロッサムは、コンピュータープログラミングフォーエブリバディと題した、出資申し込み書をダーパに送った。その中で、パイソンの目標を次のように定義している。ありがとうございます。